中国新聞網の報道によると、韓国中央日報が2月に実施した世論調査では、パククネ大統領の支持率は 62.7% と、12月の前回調査時の 51.4% から大幅に上昇した。政策分野別の評価、100点満点では、外交、安保分野が70.6点で、最も高く、経済、61.7 点、政治、57.4 点、福祉、56.2 点、と続いた。個別政策別では、対北朝鮮政策、80.9 点、と、主要同盟国との外交関係、75.6 点が、上位に並んだ。韓国国内で、支持率の高いパク大統領だが、海外での評価はどうなのか？香港メディア、鳳凰網が、4月3日、中国と日本、北朝鮮の3カ国で、パク大統領が持たれているイメージを、キーワードにまとめ、報道した。報道によると、各国での印象は以下の通り、中国では、中国人民の古い友人、臨機応変、柔軟な外交、緩急自在、江南自在、親切な隣家の女性、明るくて綺麗でさっぱりしていて、気前が良い、中国語が上手く、中国の歌も歌える、本当の中国通、中国哲学が好きで、中韓友好に努力している。日本では、傲慢な大統領、帝王大統領、悪意の言論を撒き散らす、人の悪口を言うおばさん、感情を抑える経験が少ない、攻撃的な、聖書女、幼稚で、告げ口好きの女の子。北朝鮮では、傀儡大統領、無知もうまい、思想が欠乏した地方症患者、対抗病患者、でたらめな奇弁、くたばれとんでも言論、欧米にへつらう、風変わりな老処女、同胞の裏切り者、民族の尊厳を売り渡す、同族の対抗に熱中、胃の中の蛙、民意に背き、独裁者への道を歩む、大言壮語、吐き気がする自画自賛。2、北朝鮮侵略、わらわら。5、初めて来たと、意見があった。6、軸足が国内向けだからな。外交下手もわざとなのか、国内景気を考えたら、謝罪と賠償ばっかり連呼してても、仕方がないんだけどな。7、クネより小物だった金平、わらわら。世界で恥さらしてるな、わら。8、日本は、まだまだ甘いと自覚しました、わら。9、皆さん、現実的に考えてみましょうよ。もし近所に両親を射殺されて、62歳まで嫁のもらえてもないおばさんがいたとしたら、どのくらい性格が歪んでいるか想像がつくでしょ。韓国ではそんなおばさんが、大統領をやっているんですよ。10、まあ一口で言えば、アホなおばさん。11、田島よりマシかもしれないと、小1時間考える程度の、ババア。12、本当はもう、韓国なんかと関わりたくない日本にとって、都合よくゲロを吐きまくる、傀儡ババア、わら。13、要は、中国にとって、都合が良い人間ってことだが、それを南朝鮮の人間が良しとするなら、それで良いんじゃないか。宗主国と属国とで、共に滅びの道をひた走ってほしい。14、日本は遠慮して、聖書女と言ってるのに、来たと来たら、老書女とは、わらわら。16、カマキリのメスより立ちが悪い。17、なんこれ？中国からのラブコール？18、中韓、互いに寄り添い、仲睦まじく未来永劫を幸せに。日本や、台湾とは少々違っても、いいじゃないか、わら。19、クネババアも、北にここまで言われても、統一したいとはある意味、人間できてる、わら。